にちは。前回は仲間集めをすんごいやったのと、あとザムザの調査を依頼したところまでやりましたね。はい。で、あの後ですね、コメントでいただいて、風の洞窟の、やっぱりグリフォンが落とす装備がなんか終盤まで使えるらしいので、集めたりしてました。私とザムザの分とあと2つ集めました。風の帽子ですね。防御プラス24、速さプラス7、すごい。めちゃくちゃすごいやつ。はい。お、4つかな集めました。はい。ちょっとそこで力尽きました。と、前回やれなかった、テンプルちゃんのお話を聞こうかなと。ごめんね、広げてもらっていいかな。どんぐらい長いんだろう。あんまり長かったらちょっとね、本編中でやるのはやめたいんですけど。まず本拠地、グルメパレス城。僕らの城だね。湖に突き出た先にあるから守りやすくて攻めにくい場所なんで、昔から戦いで重要な役目を果たした場所だよ。あ、一言で終わる。よかったよかったよかった。あと、どうしようかな。最初に行ったのが、傭兵隊の砦か。今は焼け跡ぐらいしか残ってないんじゃないかな。そうそうそう、残ってなかった。リューベもそうだね。本当にひどいありさまだよ。いや、本当に。感想だな、ただの。キャノは？レオのふるさとだね。静かでいい街だと思うよ。テンプルちゃんの感想が聞けるみたいですね。街の話というよりは。トトも。この村はルカブライトの手で、ね。で、ミューズに行ったんだ。あ、道具、防具、紋章、火事、艦、宿、艦、あ、艦艇か。ここは同盟都市、都市同盟の名手だったミューズ氏。施設は一通り揃ってるね。でも王国軍に占領されて、まだ行けない状態ですね。で、あ、石像とかも見れる。ミューズとハイランドの国境でよ。いつも緊張が絶えない場所だね。ここはすごい場所ですね。ここの先がもう、ハイランドですからね。ここはまだ、ここもまだ。じゃあコロネ。ミューズ支配下の町。ここには水辺で暮らす人が集まってるね。対岸のクスクスに船が出ているよ。で、クスクスと。港町だね。ここの鍛冶屋さんにはお世話になる人が多いみたいだよ。時折は行ってみるといいよ。はいはいはい。で、サウスウィンドゥ。歴史の古い町だね。昔はノースウィンドゥとサウスウィンドゥのつがいの町だったけど、今はサウスウィンドゥだけが残っているんだ。で、風の洞窟。いつも強い風の吹いている洞窟だよ。ここの地図は僕もまだ作れてないんだ。あ、そうなんだ。変なおじいさんいるから気をつけた方がいいよ。ね、だだと。ここからはトランコへ向かう船が出ているよ。おー、トランコへ向かう船が出てる。ってぐらいですかね。今行ったことある場所っていうとそのぐらいですかね。ちょっとまた新しい場所行ったらお話聞かせてもらおうかなと思ってます。ありがとう、テンプルちゃん。で、もうね、楽しみすぎてね、もうね、もうなんだろう、落ち着かないんですよ、気持ちが。ザムザの秘密をね、ザムザの秘密をね、とりあえずね、聞きたいんですよね。ちょちょちょ、踊ってる。なんだい、仕事かい。かっこいいね。どういう感じで、あ、調査結果が出ているぜ。お、基本的な調査の結果、ザムザ、年29歳。無名、魔法兵団長。なんか、いや、基本的すぎる。出身不明なのか。特技なしって何？え、終わり、これで。これで終わり？え、待って待って待って。こうやってさ、一回見れるのかな。あ、見れるんだ、こうやって調べたやつは。はー、了解。高っ。これさ、どうしようかと思ったけど、もう一回見れるのであれば、
いつかちょっとクリアまでに全員漁っておくので、クリア後にちょっとおまけ動画って上げてるんですけど、そこでちょっとあの全員分の見てもいいかもしれないですね。そうするかもしれません。はい、あのストーリーやりながらもちょっとずつこう見ていくかとは思うんですけども、それ以外の部分っていうのはちょっと裏でそこそこちょっと私がやっておくので、はい、最後にちょっとまとめてみる回みたいなのを作ろうかなと今のところですが思ってます。仲間にするものを教えるとか、おー、あ、今んとこでもこれ、そっか、出てきた人たちか、はい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 、もうハテナは何だろう、まだ会ってない、へー、これもやっておきたいけど私のメモがあるから、これはまあいいとして、じゃあ秘密を教えてもらいましょう。また依頼しよう。ダムさんの秘密その2を。お願いします。このハードボイルドダンディ、リッチモンドさんにかかったら何でも見通しさ。いやー楽しみだなー。ダムさんの秘密楽しみだなー。結構謎に包まれてるお方でしたね、やっぱり。で、なんだっけ、何すんだっけか。そう、逮捕とかと、そうだ、エレベーター使えばよかったかな。こっちに行けばいい？なんだか忘れちゃったけど、お願いしますよレオさん、チュリバに戻れないと私あ、腕の立つやつが、あ、逮捕も来てるし、浜田さんも頼む、あ、何もしたくないですあ、そっか、パーティーに入れなきゃダメなんだ、ちょっと入れてきます。はい、大砲をとりあえず連れてきてみました。おお、進む進む、お前は大砲じゃねえか久しぶりだな、こんなところで何してたんだ。むさい野郎とまた顔つき合わすのは嬉しかねえな。まあこの辺りの顔は全部俺の庭みたいなもんさたくましいね。しかしお前もよくよく厄介ごとに首を突っ込みたがるもんだな。似てるね、そういうとこ。そりゃお互い様だろ。まあな、退屈しちまったら人生はつまらねえ。じゃあレオのことをよろしく頼むね船は下に用意してある、任せときな。水の上なら俺にかなうやつなんていないぜ。たくましい。では参りましょう、レオ殿、大砲さん。まずは湖に出て西へ向かってください。ピッチャー、大砲とか結構タイプなんじゃないか。しばらく行くとレイクウエストの街が見えるはずです。そこからトゥーリーバーを目指すことになります。ほー。まずレイクウエストか。大砲が同行者に入っちゃった。ピッチャーが同行者に入っちゃった。あ、そういう感じ？残りのメンバーをお決めください。ちょっとヨシノ入れてみよう。及ばずながら頑張ります。フリカ白、どうしようかな。ザ、ザムザ、あ、どうしようどうしよう。フリード白手前にか、フリカレオ殿、よろしくお願いします。トゥーリバーと協力ができればこのグルメパレス城もいくらかは安全になります。おー、頑張ってこよう。まあ頑張ってこいよな。ではお願いしますレオ殿。レイクウエストは湖の西側です。お忘れなく。私が操作するかな。あー、しませんしませんしません。ついつい話しかけてしまう。頼むぜリーダー。よし、行きましょう。船のとこまで行かなきゃいけないか。あれ、ここでいいんかな。のんびり釣りしたいんですけど。あ、ここで行ける。こいつは立派なもんだ。さて、ぼちぼち行こうかレオ。あ、これか。行きましょう。乗ります。はい。おーおー、操作できる。いいなー、この屋形船感。でちょっ
ちょっと船に乗れるようになったら、あれが仲間にできるんだよね。ちょっと戻るわ。だから仲間にできる人がいるっぽいので、サウスウィンズに向かおうと思います。そういえばなんですけど、どうこしたら濃いな。ザムザに非封じの紋章をちゃんとつけました。はい、火のダメージを受けないってやつですね。めんどくさいな、ほんとこいつは。自分に2分の1ダメージと痛いので非封じをつけたのと、ついでに、人影の紋章もつけました。はい、って感じです。君君、そこの君、動けなくて困ってるんじゃないかい。なんだいあんたは。仲間になってくれませんか。まだ言ってる。レイクウエストに逃げたことは分かっているが、そこへ行く方法がない。知ってますよ、行く方法。レイクウエストに行けます。なんだって、どういうことだ。お前がプリン軍のリーダーとはな。いいだろう、力を貸そう。時間があまりない。レオ、レイクウエストに急いでくれ。遅れればあの女の手がかりが失われる。もう常にね、すでに遅れすぎてるんですけど。どんだけ風の洞窟いたと思ってるんだ。よっしゃー、クライブ外さなきゃいけない。なんでよー。え、どうしよう、白外すか。ごめん白。はい、いいですけど、ごめんね。じゃあ私前出ますよ、しょうがないから。しょうがないな、もう。クライブ入ったぞ、クライブ。多分人気キャラであろうあいつを前回使わなかったので、何もない。何もないな、お前。本当にこれで仕留める気があるのかという。何もないんですけど、まあいいか、しょうがないか。装備も身代わり地蔵とか、お前。はい、せっかくだからクライブで行くか。ちょっと装備整えます。戻ってきてる。なかなか出発しないけど。あ、戦ってみたんですけど、クライブの銃がすごい新鮮ですね、あの武器。はい、よっしゃー、おかえり、ありがとう。仕事だよ。なかなか進めないわ、ちょっと。もうありがとう、調査結果が出てるぜ。ワクワク。いや、参ったぜ。話を聞きに行ったら、散々自慢話を聞かされたぜ。5時間ぐらいな。ごめんね。ごめん、ごめん、ごめん。すまね。え、終わり？いや、ちょっと今の仕事ダメですよ、リッチモノさん。ダメですよ、今の。おいおいおい。いや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 、自慢話を。5時間。大変な仕事だ。ちょっと全然秘密ない、わかんないじゃないですか。で、秘密その他お願いします。お願いする。いやー、何でも見通しじゃなかったけど、お願いします。ちょっと進むごとに戻ってきて、これ依頼しなきゃ。忙しいな。じゃあ行こう。なんだっけ、なんだっけ。あ、船船船。ここここ。なんだっけ、西って言ってたんだっけ。そうさ。わかんなくなっちゃうよ。行こう、乗ります。よし、西へゴー。あれだあれだ、見える見える。ちょっと一周したい気持ちはあるけど、ここですね。あそこがでもあれだから、でもそんなにここ広くないもんね、行った場所だよね大体。よし行こう、レイクウエスト着いたー。
と、ここから西、いや南だったかしら、いやいや西だっているはず、西行くとトゥーリバーです。川の中にできた町だからすぐわかりますよ。私はちょっと先に行って話をつけておきます。あ、ちょっと待ってください。ここに紹介状を書いておきます。王国軍がいつ攻めてくるかわかりませんから、警備が厳しくなっているはずです。ありがとうフィッチャーさん。警備兵にこれを見せれば入れてくれるはずです。それでは先に行きます。気をつけてね、紹介状ありがとう。またね。あとは頑張りな。俺みてえなヤクザ者が一緒じゃ向こうさんも信用できんだろうしな。ほいほい、母ちゃんも船で待っててくれんのか。紹介状、ピッチャーにもらった紹介状手に入れました。よし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 。でこっから帰れるのかな。あー、はい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 、乗りませんが。野菜の入ったカゴ、おお、中に何か入っている。好意の封印球。あ、そういえばあのね、あの吉野さんがお弁当を装備してたんですよ。愛する山本さんへのお弁当4つもうさ、お弁当となんだっけな、アマダがなんかちらし寿司だったかなかなんかも装備してて、あれもなんかすごい回復量でした。はい、こういうのもあるんだと思って。好意の封印球、好意を持たれるほど攻撃力アップ、武器用。これさ、確かさ、好意はあれですよね、ずっとパーティーに入れてると上がっていくやつみたいな感じ。多分ずっと入れてるっていうの多分ないと思うんですよね。どんどん変えていこうと思ってるから、残念ながら使わないかなと思うんですけど。はい、お酒の入った樽だって。デュナンの湖のほとりで船を出せるのはこことクスクスコロネぐらいのもんさ。そうそう、プリン群ってやつの城からも船が出るらしいけどな。プリン群の名前だけがこう一人歩きしてる気がしますが。巻かれた荒縄、男どもが湖に出て魚を取ってくる。そいつを塩漬けにしたり干物にするのが私らの仕事さ。おいしそう、マジで。これ調べられない。あ、お酒の入った、もうお酒だらけですよ。そういうなんかさ、あの原水の世界さ、お酒とつまみがさ多すぎません？味噌とかもさリンゴは違うけど、なんか美味しそうなんだよな、いちいち。坊主なんだ、どこから来た。ハイランド。へえ、あ、ここか。ここはレイクウエストだ。レイクウエストのなんか絵が小さかったり大きかったりするね。さっきまでそこらにいた元気のいいひよこはどこへ行ったんだ。ひよこ、ひよこ、何の話、何だろう。もう渋いこの町も。わしも昔は村で一番の漁師だったんじゃ。今はそばに、火のそばにいるのが一番じゃがな。ははははは。なんなん、美味しそうこれ、何だろう。お前さん、ここいらの子じゃないな。そんなに白い腕の子はここいらにはいないからな。意外と白いのか私。あ、登れた。上もある。へえ。お母ちゃん、今日こそ魚以外のおかずにしてくれるかな。ずっと食べてると飽きちゃうか。魚うまいぞ。まだかな、まだかな、ご飯はまだかな。うちは家族が多いからね、食事時は戦争同然だよ。そうか。どういう感じなんだここの。お酒だ、また。ああ、キャベツの種だ。なんだなんだ、どんどん手に入るぞ。びっくりした。キャベツの種、畑用アイテムきたー。いやー、畑用、畑楽しみだな。めっちゃ楽しみ。あなたは、お、これは来たんじゃないか。これは、あいよ、いらっしゃい。まあ、いらっしゃいって言っても、
こっちは仕事もない風呂職人来たよ。あんたも風呂好きって顔で、いやいやめっちゃ好きですよ私、めっちゃ好きですけど、いや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 、てつさんお願いします、お願いします、我が城に風呂を。お前さんか、なんで俺に用でもあるのか、冴えない顔してるぜ、どっかで風呂でも入ってきな。え、風呂入りたいんですよ。俺は風呂好きなやつの仕事しか受けねえんだ。前もほかほかの風呂が好きになるように努力しな。ほかほかじゃなきゃダメですか。お願いします。心はほかほかなんですよ。風呂好きなやつのしか。いやー、マジか。ほかほかってどうやってなったらいいんだろう。風呂なしに。わからん。どうしたらいいんだ。風呂、目の前に風呂がいるんだ。くそ。どうしたらいいんだろう。ほかほか、温泉とかないんかな、これどっかに入ってすぐここで来ればいい。ちょっとこれ念願の風呂職人が、いやー渋くていいよな今回も。てつさんか、でもちょっと三助のが好みですけどね。そっか、ほかほかじゃなきゃダメなんだ。てつさんがね、おほかほかにしてるな、いい子だ。で、褒めてくれたの。てつさんはお風呂がとっても好きなんだね。どんなよ、それ。そんなに湯上がりがいいんか。どうしたらいいんだろう。たきおばあちゃんね、話好きなのよ。それに何でも知ってるのよ。この前もゆで卵の見分け方を教えてもらったんだ。なんだなんだ。たきおばあちゃん。あれか、滝おばあちゃんね、あれが。何か書かれたメモがある。あ、おばあちゃん、おやおや坊や、それは酢の物のレシピだよ。体にいいからね、持っていきなさい。ありがとうおばあちゃん。酢の物よりちょっとほかほかになるやつがいい。好き嫌いしちゃダメよ坊や。あ、いや、ありがとうございます。酢の物もらったよ。酢の物のもらった、ま、もう手に入れてなかったっけ昔酢の物って。まあ、いいか。滝おばあちゃん、おしゃれなおばあさん。はいはい、なんだい坊や、おばあちゃんに聞きたいことでもあるのかい。おやおや、わかったよ。てつちゃんのことだね。あ、てつちゃんはね、風呂作りだからね。お風呂が好きな人、お風呂に入ってほかほかになってるような人が好きなの。どんなよ、どんな人よそれ。あれ、おばあちゃん。はいはい、なんだい坊や、おばあちゃんに聞きたいことでもあるのかい。おやおや、わかったよ。シドの坊やのことだね。あの子はね、人見知りするからね。シドって誰？今でもあのトゥーリバーの地下にいるのかね。シドにトゥーリバー。トゥーリバーの地下にシドがいる。はー。はいはい、なんだい坊や、おばあちゃんに聞きたいことでもあるのかい。おやおや、わかった。クスクスの町の噂のことだね。なんでも女の子ばかりの一座を狙った。あ、それはね、もうなんとかしました。怖いからね。その強盗を狙っている。強い強い女の子がいるっていう話もあるね。あ、オーランさんですね。どこにいるか今わかりません。おやおや坊や、よっぽどこのおばあちゃんのことが気に入ったみたいだね。でもここまで来るのは大変だろ。違うかい、隠さなくてもいいんだよ。そう、大変大変、おばあちゃん。おばあちゃんは何でも知ってるんだからね。うん、ちょっと大変なんだ。そうだろうそうだろう。じゃあ支度紹介、ん、支度しようかい。大丈夫よ、私一人で面倒見れますからね。それに一人でもグルメパレス城まで行けますとも。あ、おばあちゃん大丈夫、心配ご無用よ、プリングの坊や。あ、おばあちゃんが仲間に入りました。今回のあれですかね、オニールさんに代わっての噂話代わりな人、この人。どうなんだろう、物知りおばあさん。じゃあ先にお行き、おばあちゃんも後から行くからね。ありがとうおばあちゃん、待ってるよ。大丈夫、大砲って人があそこにいるから乗せてもらってね、おばあちゃん。何これ。あ、なんだっけ。どの辺待ってないっけ。いや、ここ道具屋、道具屋、ここを見たもんな。おばあちゃんの仲間入った、とりあえず。道具屋、道具屋。へい、いらっしゃい。魚のバッジ、あ、持ってる持ってる。特にないか。
り出し物、毒消しかい。はいはい、いらっしゃいよ。どうだね、魚のバッチ。みんなバッチ進めてくんだ、魚のバッチを。私は力帯派なんだ。オイラも船に乗れるようになったから一人前さ。てめえみたいな丘の者とはちょいと違うぜ。いいな、ああいう威勢のいい人いいな。ここいらでは魚しか取れないからね。たまにはお肉も食べたいけど、なかなか手に入らなくてね。ひよこでも捕まえれば。私、ひよこのフラグは何なんですかね、これ。ひよこ。何なんだろう。もういっぱいいる。あ、やでやか、ここ。冷やかし高っ。またおいでよ。この魚の干物は評判が良くてね、どこへ持って行ってもよく売れるんだ。今日もたくさん仕入れたよ。美味しそう。あ、なになになに、ここにエルザという名前の女が来なかったか。金髪で背の高い女だ。残念ながらね、もうすでに20時間私やってるから。おいおい慌てなさんな、エルザだよ。来たともさ、手紙まで残していったんだから忘れるわけないよ。なんだって、その手紙はどこだ。こういう仕事をしているとな、ことづけを頼まれることも多いからね、一応預かっといたが。その女が1週間経って訪ねる人間がいなかったら捨てていいって言ってたんで捨てちまったよ。104日ほど遅かったよ。これどういうことなんだろう。時間こんだけ過ぎてるってこと。だいぶ遅いぞ。104日。手がかりが失われた。ごめんね、2週目でやるから、クライムさん、ごめんごめん。いやー申し訳ない。何この生かした人。指導。いやーすごい、これ大砲より強そう。いらっしゃ。なんでガキかよ、帰んな。ガキをかまる気はないんだ。あー、ガキは帰ってママのおっぱいでも飲んでやがれ。分かったな。怖いよお兄ちゃんが。おめえも一杯やりに来たのか。そんなわけはないか。あ、ここ、そっか、酒場か。なんか濃い人がいっぱいいますね、ここ。飲まないか。なんだい、あんた、トゥーリバーへ行きたいのかい。道沿いに西に行けばすぐだぜ。ほう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 。了解了解。でもちょっと結構時間があれだから、ここまでにして、ちょっとタキさんの仲間入ったのさ、見に行っていいですか。いや、別に決してザムさんの秘密が見たいとかそういうんじゃなくて、あの、タキさんがね。仲間に入ったじゃないですか。いや、別にザムさんの秘密が見たいとかそういうんじゃないから。近いしね、ほら。タキさんいた。いいな、ここ。はい、おばあちゃんの話を聞きたいのかい。なんだい坊や、トゥーリバーはレイクウエストから西へ行ったところだよ。迷子になるんじゃないよ。分かったよ、滝さん、ありがとう。次回行くからね。かわいい。で、そしてお帰り。よっしゃ、調査結果が出ているぜ。さあ、もうすごい緊張する。あいつの炎の竜の紋章も何とか火のダメージを食らわないようにすればいいんじゃないのか。いや、分かってるよ、もうやったよそれ。いや、終わりかよ。ちょっと待って、リッチマノさん、ちょっと仕事雑すぎませんかね。ちょっと秘密いくつまであんのこれ。3つだけ。ちょっと待って、全然私ザムザのこと分かんなかったよ。ねえ、自慢話。おいおいおい、ちょっとこれ、ちょっと待てよ。おい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 。いやー、ちょっともうちょっといい仕事してもらっていいですかね。リッチモノさん、タバコ吸いすぎですから。じゃあどうしよう。次気になる人、トータくんとかも超可愛いわ。ザムザ終わっちゃったしな、どうしようかな。あ、山本さんでもいいけど、ムクムクの秘密とか何なんだろう。
どうしようかな。ルックは別にいいや。テンプルちゃん、あ、シュートか、いいね。あ、リッチモンドとかもあるんだ。タキさん、タキさんの秘密はいいかな。え、ちょっとシュートが気になりますね。シューでちょっとお願いします。ちょっと気をつけて、怖いからの人お願いしよう。ハードボイルドダンディ、リッチモンドさんにかかったら何でも見通しさ、お願いしますよ。というわけでここで今日は終わりにしましょう。何だったんだろう。次回なんだっけ、トゥーリバー、レイクウエストを出てトゥーリバーに向かおうと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。